朝は眠いのに起こされて、朝飯食べずに学校へ、1時間目が終わったら無心に弁当を食べてるよ。50年前です。日本中もまだ腹減らしてましてっていう、 でもひしめき合ったあの段階の世代、あの受験生の心です。おいで皆さん聞いてくれ、僕は悲しい受験生、砂を噛むような味気ない、僕の話を聞いてくれ。昼は悲しい夜行へ行けばべくばっかりで、恋しちゃならない受験生、やけのやんぱち石投げた。夜は悲しいや受験生、テレビもたまには見たいもの、イレブン PM も我慢してラジオ講座を聞いてるよ。友達に勉強してるかと聞かれたら、全然してないよと答えとき、相手に油断をさせといて、その間に俺は勉強する。テストが終わっても自信なげに、全然できてないよと答えとき、相手に優越感与えておいて、後でショックを与えるさ。女の子よりも大事なものは、オーブン車の参考書、それにオーブン車の実力テスト、赤尾よしお様万歳。母ちゃんも俺を激励する、一流の大学入らねば、私は近所の皆様に合わせる顔がないのよ。人よ人よに人見ごろ、富士山六にオウムなく、サインコサイン何になる、おいらじゃおいらの夢がある。結論でございますって、本当にあの頑張って頑張って受験に取り組むんですけど、そっか心細い、あの宝くじ買うようなギャンブル性とね、真面目にやるようにもなんか他の力が入ってるみたいでって、そんな思いでしたね。あの大事な青春無駄にして、紙切れ一枚に身を託す、まるで河原の枯れすすき、こんな受験生に誰がした。付録がいくつかありまして、その1です。国立でも私立でも二期校でも、とにかくどこかへ入りたい、経済法学文学部、全ての学部を受けてみる。偏差値のない時代ですから、あの二期校なんて差別的な言葉って言うんですけど、私ら先生に言われたもんね、お前は二期校狙いとかね。あの真面目といえば真面目な歌で、どっか軽くといえば軽い歌なんですけど、50年経ちました、子供がいないんです。あのなだらのように言った段階の世代に気がついたら子供たちがいなくなって、それともこの歌も遠くへ行っちゃって、今日があたりが歌い納めではないか。よかったですね、あのお付き合いくださいましてありがとうございました。付録のその2です。勉強ちっともしないで、こんな歌ばっかり歌ってるから、春にはきっと歌ってるだろう、予備校のブルースを。ありがとうございました。